9月16日水曜日、さあ成長してきました白いキノコ、これは何というキノコでしょうか。とっても食べてみたい気がします。匂いはかなりいいです。気持ちのいい青空。ただいまの時刻10時ちょうど。これからリゾちゃん朝一フライト行ってきます。あ、かなり無風です。お、パワーを使いながら行きそうですね。お、パワー使っております。 30%、20%、 お、30%、とりゃー頑張れ。まだ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 頑張れ。もうちょいだ。ストップ。今横から来てるな。横から来てるぞ。これはまずいぞ。このタイミングはいけるか。180度向きが変わって場所を変えました。さあ、いつものフラノです。これがいつものフラノです。気合です、気合。なんかお空で飛んでるものの音が聞こえる。お、待つな、行け行け。待ったら後ろ風がやってくる。惜しい。ニョキニョキニョキ。キノコの成長ビデオのように。あ、キノコ取りに行くかい。今日は今日はフライトやめて違うレジャーで。あー、ちょっとボケてきたかな。あ、ちょっとボケてきたね。あそこで打ち止めだね。ボケてきたって佐藤さんの表現が。でもね、そのまんまなんだよね、ボケてきたって。あー、スコールのような雨が来ました。こんな感じ。タイミング悪く。うわ、なんかすごいな、ブヨが。お、綺麗に上がりました。完璧です。10倍ズームで追いかけております。あ、安定してますね。結構おろしの風なんですが。はい、ちょっと左右同じかな。まあ斜めになってるからちょっと分かりにくいですけど、いいですね。そんだけ折れてればいいかな。はい、 OK。 さ
さあリサスパイラル、お入りかけてます。あ、入りました。さあこっからが戻しが大切、戻しが。さあピッチング入れるな。まあまあだね、まあまあ。あのなんと快晴になってきました。そしてリサちゃん、300メートルからスパイラルの練習してます。その1、2周以内、2周で5、6メーターのスパイラル。お、上空は北系の風かな。こっち向きが早いですね。さあクイーン、お、入り出した、入り出した。お、これはちょっと入ってないですね。入りが甘かったですね。これは3メーターいったかな。入らなかった。お、これは入りそうです。お、入りました。さあここから直しが肝心。旋回で、まあ、まあまあ今までの中では一番優しく直したかな。はい、 OK。 あ、いいですね。ちょっとショートかもしれないですけど、ははは、ショートでした。いいよ、もう雲近いからそのままランディングで。最後クイーン、クイーン、オッケー、オッケー、オッケー。リサちゃん、スパイラル練習間違って3周目入った時これですね。ここ、こっちの右なんだ。もう全部消えてます。8いっちゃってましたね。何歩だったんでしょう。これ8以上は残りませんので、このバリを。わー、ビュンビュンです。風ありそうですね。いきなりなんかスピードが遅くなりました。タッチアンドゴー、ゴーゴーゴー。あらーさあゴール、ゴーゴーゴーじゃなかったんだね。本日5時30分終了です。ちょっと夕日が綺麗。